関東地方はね、1都6県全500キロを徒歩で今から歩いてきます。そのね、初日新宿駅から次埼玉の小宮まで徒歩で行って、群馬高崎栃木の上で行ってくるんですけど、クラウドファンディングやってます。クラウドファンディングね、僕たちも気合い見せてやっていかないとね、みんなに届かないというところで、今日から、2週間かけて関東地方徒歩で1周します。よいしょ、あります。ここがスタートです。ここから歩きます。で、12月25日クリスマスに同じ時間にここでもう一回ライブします。1周して12月25日にここでもう一回ライブします。それが最終日なんですけど、12月25日クリスマス、ここでね、伝説作るんで最高のライブしたいんで、皆さん12月25日はね、ぜひまたここに来てほしいんですけど、皆さん12月25日予定大丈夫ですか？クリスマスです。でもリアルじゃなくて来れないね。リアルじゃなくて、人はカップルで来てる。カップルで来てる、必ずね、クラウドファンディング達成してさせますので、皆さんよろしくお願いしますということで、お願いします。まず最初の、初日新宿駅でちょっと時間も知ってみましょう。ということでね、今回の旅の初めプロローグということで、よし、じゃあね、ちょっとまだ看板これしかないんですけど、またね、看板作って関東とか一緒にここまで来ましたっていう、ね、看板作るし、それも作るんで、よいしょ。じゃあね、旅のプロローグということで、ありがとうございます。今から関東地方徒歩で一周します。全500キロなんですけどね、200キロ徒歩で歩いてきます。そのプロローグということで、最初の曲は、プロローグをやっていただきたいと思います。では、聴いてください、プロローグ。よく想像していたんだよ。
近隣と申します。これから関東地方をね、全500キロ徒歩で歩いて、一周していきます。ぜひ皆さん応援の方よろしくお願いします。新曲たくさん披露できるんで、そうなんですよね、新曲ね、今日披露していきたいんですけど、はい、最初はまずはこの曲から、まず僕たちが一番最初に作った曲あれからいきたいと思います。聴いてください、シャープ94番。今日もさ十字気づけば夏よこれもう一人もちろん染め浮き日の旅立ちに光景や頂点を応援した俺は少年に証明した。俺の焦点は当然焦点がただから当然は当然がない。 yeah, yeah, yeah.
誰かが決めた常識と固定概念を掃除しよう。やり直そうもう一度、やりたいからそれが理由だよ。先の見えない恐怖に襲われて、それでも走って、yeah. 心躍る方へ、yeah. たとえそれが世間の常識と違っても、フリーダー、叫ぶスピーカー、俺らのフリーダー、すでにあるフリーダー、yeah. 楽しいか、足りないか、見上げた先あるものってなんだ。ライトライト、スッペライト、我慢に妥協の後にあるのは後悔。家族や仲間欠かせない言葉、後悔なんてできない墓場。サークタって、努力サークタって、世間に下手くそだと言われたって、歌いたければ歌えばいい。お前を好きな人たちがいい。自由のもとに生きたい方に、青空に浮かぶ飛ぶ鳥のように。さあ、目立ってもまだまだ愚かだと、のままでいたい。 B.E.A. 跳ね外そう、今夜の寂しいじゃん。目先の見えない恐怖に襲われて、それでも走って、心躍る方へ、yeah! たとえそれが世間の常識と違っても、流されるフィルター、叫ぶスピーカー、俺らのフィーダー、手にあるフィルター。今の居場所は TikTok、 ワイルチナイス、アンチは花からバイバイ。言われ続けたお前らはゴミだ。ライブ終わりの一人でゴリラ、抑えます。僕はクライマックス、歌いまくる。全部の時間に生まれてたあらら Q4 までありがとうございます。僕たち徒歩で関東地方一周してきます。500キロ、ね、徒歩で歩いて、クラウドファンディング、僕たちも、ね、頑張って、気合い見せてやってるんで、ぜひ応援の方よろしくお願いします。もう先の見えない恐怖に襲われても、それでも走るの、心躍る方へ、yeah. たとえそれが世間の常識と違っても、僕らはそれを振り返す、叫ぶスピーカー、俺らの振りは全員やる。 Let's go! もう先の見えない恐怖に襲われても、それでも走るの、心躍る方へ、たとえそれが世間の常識と違っても、バカにされるフィーダー、叫ぶスピーカー、俺らのフィーダー、全員あるフィーダー、これちなみにね、今サブスク配信中なんで、ぜひ皆さんたくさん聴いてくださいね。僕たちのオリジナルソングはシャープ94番でした。はい、僕が聴けますんで、聴いてください。歌詞もね、歌詞もね、自分の歌いでる人がさ、では皆さん、次の曲は皆さん一緒に騒ぐ曲なんで、皆さん一緒に騒ぎましょう。ね、ついでに、ね、あの皆さん一緒に歌っていただいて結構なんで、とりあえずちょっと寒いんでね、温まりましょう。確かに軽い出して温まりましょう。さあ、よかしい、不安や不満を飛ばすため、窓を開けたハイウェイ、車を走って、I'm gonna go to the hospital.
12月25日ここで、もう一回ライブするんですけど、最高の景色見たいよね。クリスマス、ここを伝説の渋谷ライブのエグいぐらい人をバチバチにして、ちょっと新宿でちょっと伝説作りたいんで、クリスマスのせいになるように伝説作りましょう。12月25日ここ来てくれますか。
to be able to get out of here. I'm not going to be able to get out of here. I'm not going to be able to get out of here. I'm not going to be able to get out of here. I'm not going to be able to get out of here. なんて言われても俺らどうでもいいって I don't care 歯止め聞かないって後で歯掘って言われても不幸だ僕に気にしない大人の話無視し好きにしない好きにそう夢を追いかけていけない楽しめた人生にも関係ないってさあ世間はうるさいバカまたあいつがちょいとかエロス切り離してやれよハイベイダー俺がまあ衝撃疲れたファッキーだあいい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 肩を緩めて自由にやるな思いの人生なら責任やってな歌う Won't be long Tonight Won't be long ただだけの常識とただ決まった勝利と目が出るよいしょもういいかいもういいよ周りの影響は勝つの影響どんどんどんでもいいよ手向かいからあっち行けよ止めたらすぐパッチに出ようゆっくりとスローにアーティングせよ沈まないジャネルはボーイまるで甘い気の橋のように理由はフラッサビだとライオンの歩幅を人に合わせたくないからついに、初公開でございます、ワンダムリーマンス終わったんでね僕たちの新曲祭りだということで、僕たちのオリジナルソング気にすんなという曲をちょっと披露しようかなと思います、はい、ちょっとこれねワンダムリーマンス見てきてくれた方が多分皆さん分かると思うんですけど途中ねビートに合わせて手をかかってって言うんでパン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 これをみんなでやってほしいでこれじゃ TikTok に出したんですよ確かに TikTok 出したいんでで、あれか携帯持っとったらみんなこれなんでちょビートに合わせて手をかけた後にパン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  OK ですかでなんでちょっと皆さん一回この曲だけで皆さん携帯をちょっとねつけてしまってもらってみんなで一緒にパン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 ちょっとあの TikTok 用なんでちょっとよろしくお願いしますこの曲だけちょっとお願いします、うん、最初のそうやねでサビ音の鳴る方へで皆さん一斉にジャンプラップフォッ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 これマジやったらもうエグいよぜひお願いしますはいまあ皆さんこの曲を作ったきっかけなんですけど皆さんねちっちゃいこと気にしすぎなんですよね
皆さん、ちっちゃいこと気にしすぎてくれてるんですか？風口とかね、あの人がどうだとか、この人がどうだとかも気にしすぎるんですよ。あの人うざいとかさ、そういうのね、気にすぎなんですよ。あの、で僕たち考えたんですけど、幸せそうなやつって何も考えないんですよ。何も考えないんですよ。僕たちみたいな、幸せそうな想像されないんですよ。僕たち何も考えないですよ。何もない。どんだけアンチ来るか何にも気にしない。そう、あの、考えることは不幸だという言葉が、まあ、ありましてですね、皆さん、もう気にしなくていいです。何も。あの、他人にどうだろうとか言われたりとか、あいつがどうだとか、この人は悪口言われてるなとか、もう気にしなくていいです。気にしすぎです。もう、ちっちゃいことは気にするな。それ、若ちか、若ちか。それでは。初披露、気にするな、皆さん、お願いしましょう。まだ考えすぎてない思い込みで沈んでないから立たずそりゃ変わってくない突然の一度受け止めていないか指は共に来てたらそりゃ誰でも試したら周り見渡してごらん知恵を隠す人ほど何も考えていない顔を上げてさ手を伸ばせ
ございます。はい、僕たちの新曲気にすんなでした。これね、初めての披露でした。皆さん最高でした。ありがとうございます。これ初めてでした。ありがとうございます。多分結構マジでバズるんちゃう。これやばいね。これやばかった。みんなやってね、あれみんなやってね。いい。ちなみにこの曲、夜の9時、今日の9時からオンライン販売決定しました。はい、新曲早々です。ごめん、ぜひ、ね、僕たち の, あのストーリーにはい、まあ、詳しい情報載ってるんで、ぜひ皆さんフォローとかしてもらって、はい、僕たちのインスタグラムのストーリーチェックしてもらったらと思います。はい、お願いします。僕らね、新曲5曲増えてるんで、これをね、ちょいちょい路上で発表していきたいと思います。これからもチェックくらいよろしくお願いします。どうします？これもう一曲僕たちのオリジナルソングいっちゃいます。この曲ね、僕たちの魂のこもった曲です。上京前のあの葛藤だったり、皆さんね、夢持ってる方は皆さん多分みんな同じなんですけど、時間がなかったり、金がなかったりね、設定だったり、マウンドが怖かったの。そう、上京する前、俺がもうまさしくそうやって、ちょっと前の半年前まで、ずっと地元の山口にいたんですけど、そういう時間も、まあ、仕事してて、仕事普通してるんですけど、若いから、どうするんですか。じゃあやりましょうか。はい、やりましょう。それでやりましょうか。一旦話し合ってください。そうね。お聞きください。僕たちのストーリー。皆さん、自分の人生楽しみましょう。人生は一回きりです。別に笑われなくていいです。逆に笑いましょう。時間もないし金もない、世間体あまりの目も怖い、数え切れない現実問題、でもなぜかどこか自信もあんだい。大丈夫さ、俺もまだ若い、みんなそうさ、俺一人じゃない。今幸せで特に不満もない、でもなぜか心にもやがあんない。あいつはいいわ、運がいいわ、マジで羨ましい。クソ、俺だって、俺だって汗水垂らして動いてんのに、でも本当分かってんだ、分かってんだ、マジで俺ダサい。タバコ吹かし覚悟決めた、今日が終わる最高か、この先どうなるかなんて誰もわからしない。誰の人生も一回きり、これが自分に決めたストーリー。どうなったに構わない、一瞬の祈りたい、笑われ物にもなってやろう、これが自分に決めたストーリー。あの日恐れていたこと全て、雨のように今降りかかる。覚悟を決めたはずなのに、これで良かったのかと不安に、自分自身のことすらも疑い、囚われ光も弱くなる。それでも走った、走りまくった、泥だらけになりながら、プライドも何もかも剥がれ落ち、疲れ吐き、ついには倒れ込んだ。そんな時手を差し伸べてくれた、あなたがいてくれたから、一人じゃない今分かった、明日が始まる最高か、この先どうなるかなんて誰も分かりゃしない。誰の人生も一回きり、これが自分に決めたストーリー。どうなったって構わない、一瞬待って笑いたい、笑われることにもなってやろう、これが自分に決めたストーリー。つまずいて転んだって、誰かに笑われたって、ぐっと歯を食いしばって、前を向こう前を見よう、できるわけないと言われたって、ひっくり返すから待っとけ、俺たちが世界一になって証明するから。 Yeah, yeah, yeah.
しんで頑張って戦ってるっていうのに根拠ない自信で不安にさせてしまってんだろうけど夢を見せるよ見ててくれよ涙を切れこれが自分で決めたストーリーどうなったって構わない一瞬なんて笑いたい笑われ者にもなってやろうこれが自分で決めたストーリーつまずいて転んだって誰かに笑われたってぐっと歯を食いしばって前を向こう前を見ようできるわけないと言われたってひっくり返すから待っとけ俺たちが世界一になって証明するからありがとうございました。では関東一周スタートだということで、はい、皆さん僕たちね、ラスト、この曲を歌って終わりにしたいと思います、僕たちの初めてのラブソング、はい僕らからこちらのラブを一曲宣伝させていただきたいと思います聴いてください12月25日クリスマス帰ってくるんでその時はまた最高な景色見せてください3枚ぐらいのね分厚い輪っかを作ってください今日の天気で大事な秘密が入る神様は見てる僕らの声に行くよ初めて会った時にそうだったのに僕らの愛は赤い糸で繋がってるやっと見せたか君だったんだねいろんな人やいろんな景色を見た中で繋がれたこんな奇跡だから心配しないで Do we are forever あなたに会えたから僕は今日も笑っていられるんだこの先も何が起ころうとも僕らならきっと大丈夫さクラウドファンディング挑戦者知っております、僕たち関東地方徒歩で一周してきますぜひ応援よろしくお願いしますどこが好きなの聞かれても正直よくわかんない全部好きだからただこれだけはなんとなくわかるんだ10年後もきっと二人一緒そう寂しい時は嬉しい時は髪の代わりにだけど遠く離れても寂しくないように君の愛や僕の愛や全部包み込む失敗しないで Don't worry you're forever あなたに会えたから僕は今日
られるんだ。これにてね、終わりになるんですけど、皆さん本当に寒い中、はい、ありがとうございました。これだけ言わせてください、はい、僕たちね、今クラウドファンディングというね、はい、ことを挑戦しております。日本一周をかけた挑戦になってます。これあともうちょっとで達成するんですけど、まだまだ気は抜けないということで、はい、今日から12月25日が締め切れたんですけど、僕たち、そのね、僕たちも気合を見せるために今日から2週間かけて、はい、25日まで、徒歩で関東地方一周します。はい、行きます。これ合計500キロあります。500キロ、500キロ歩いてきます。はい、まあ、東京というね、僕たちのホームからちょっと出て、多分、ね、こんな多分たくさんの人は多分集まらないと思うし、はい、ね、あの僕は新開拓してくるんですけど、はい、皆さんの、ね、応援が、ね、前に力になるので、はい、ぜひ、応援の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。 TikTok ライブとか皆さんぜひご利用ください。そしてコメントしてください。はい、道中も歩いてる途中も TikTok ライブやったりとか、夜寝る前に TikTok ライブやったりとかもするんで、はい、ぜひそこら辺に。ちなみに、例えば今何とか分かんないけど、9時に10分、10時に10分、20分って感じで、毎なんていうの、毎時間、そう、時間決めた方がいいよ。だけどなんていうと10時、11時、12時、ね、もうぴったり、あのぴったりですか。今日今まで言ったら10時だよ、多分9時からやったら、9時から配信で、10時配信、11時配信で、まあ、夜多分やっても多分みんな見てないです。そうなんで、みんな寝る時に俺たちも寝て、うん、起きてる時に見てほしいんだよ。それでは、また毎朝6時から7時、8時、9時って感じで、毎時間10分、20分で、ね、やっとやるんで、ぜひ皆さん応援のね、はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、今日の、で、今日の、目標、440万。はい、今435とか言ってるんで、あともうちょっとで440なんで、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。ベル君のね、誕生日のやつ、あ、そうです、人数であれなんで、やってみたら何かするので、ぜひご協力よろしくお願いします。お願いします。そして12月25日またここに帰ってきます。その時はぜひ皆さん最高のライブにするんで、はい、ぜひ作りましょう。またぜひ作りましょう。よろしくお願いします。では、関東徒歩500キロ一周始めますか。行ってきます。行ってきます。また、俺の予定では9時からになってるんで、9時まで写真撮影だったり、ありがとうございますか。 OK、はい、じゃあ写真撮影しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。舞台をして、今日の夜9時から僕らなら、最後に撮った僕らならっていうラブソングと、キリスティーの爆盛り上がりした曲が CD で販売されます。なので、ぜひチェックしてください。はい、お願いします。ありがとうございました。